はい、コロリからサンタナ、これはいい連携になる。さあチャンスか、清水サンタナ、サンタナと戻ったか。サンタナのシュート、もう一度ご覧いただきましょう。大畑間に合ったというシーン、まあ、これコロリと2人でこう崩し、まあ、こうキーパーと1対1の中で、まあ、こうニアサイドのところはうまくこうパクイリが切ったところで